皆さん、こんにちは。ハリネズミ検証生活でーす。13日なんだ。久々に63円切って発売しております。トイストーリーだそうです。私、トイストーリー全然知らないです。が、なんだろう。わかんないな。スタジオアリスでちょっと牛っぽい、服の、この人がいるな、ぐらいな認識ですかね。どうだろう。USJ? トイストーリーってのは USJ なの?ねどうなんですかね。トイストーリーですね。昨年は確かこの時期、ドラえもんだったりとかするんだけど、なんか、キャラものは、ね、これ定価で売ってるわけだから、ちょっと得した気分になったりとか、しませんかね。鬼滅の刃だったりとか、あとはなんか、ドラえもんだったりとか、まあ、いろいろキャラも、ポケモンとかもありました。検証のですね、今日すごいなんか、頑張ったよ、検証。なんかさ、ディズニーやめようとか言っておきながら、結構なんかね、対象商品が、まあまあ割と私が欲しいものだったりとかしてたから、ヨーカドーにね、行ってきたんですよ。あ、これ、今更新したブログなんですけど、ブログ見てくださいね、ブログ。あんまりにも私ランキングが下がりすぎてるとやる気なくすタイプなんで、あとインスタとかも、ちょっと、盛り上げてください。今、うずらのアカウントのやつをインスタはやってて、そっちの方ばっかりちょっと、これ山本太郎、うず太郎。山本太郎凱旋見に行きましたよ、私。うず太郎、寝ちゃいました。そして、これが、なんだったっけ、大阪太郎だっけな。食い倒れ太郎だっけな。なんか、太郎カンパニーとかいう、なんか、何これ面白いとか言って思って撮ったやつですね。で、あとはね、この伊藤園の検証ちょっと後で解説します。それから、あとは、まるちゃんのやつと、あと、糸魚家堂の検証、ああ、忘れた。はがきないとついつい忘れちゃうね。ウェブ応募でできるから、これそのまんまにしてたんだけど、これ、中華で飲もうぜ。まあでもこれはね、お酒も飲まないし、対象商品がまあいらねえかなっていうさ、まあオリジナル食器でこれもさ、ちょっとセンス悪いから、はっきり言っていらないものはそんなになんかこれどうよこれ。いらないよね。食器とかさ、やっぱり、10年ぐらい、やっぱり、あると、なんか、まとまりなくなってくるから、そうする、したら、もう一回、全部、カゴの中とか入れて、まあ、いつも使いやすくて使うやつ、で、これ使わないなって、結局私、検証で当たった、お皿とかって、高い皿なんだけど、すぐひびが入ったりとか、あとね、なんかこう、色で盛り付けが難しいとか、ルクルーゼのやつとかは、結構、武蔵野森コーヒー店とかが、うまくおしゃれに盛り付け、てるので、まあそういうのを参考にすればいいんでしょうけど、うちなんか戦争状態でご飯だったりとかするんで、もう、そうね。もう、山パノでいいのよ。んで、だから食器とかが、なんかこう、統一感がなくなったりとか、で、やっぱり、人数に見合った日常を使う食器以上は、断捨離していかないと、ダメって感じよ。これずっとストックしてるのって良くないと思うので、やっぱ食器棚には、自分がよく使う食器と、あと、人数分、何人家族ですかみたいな感じは取っとくのは良くないと思う。ただね、料理研究家とかそういう人だったらやっぱりちょっと別なんでしょうけど、大体ね、ケーマーの主婦なんていうのは、
大体おまけでもらった皿とかさ、100均の皿とかさ、あと懸賞で当たった皿とかさ、あとはポイントでもらった皿とか、まあ景品でもらった皿が一番なんかうざいんだよね。なんか、こう、統一感もなく柄があったりとか、何これみたいな感じだったりとか、まあこれはね、まあいらないから、まあいいかなみたいな、中華で飲もうぜ。あとは、ギリカス応募できたのがこれだな。これが、私今日が12日だと思ってたんで、やばレシートが7月10日までなのに、買っちまったよ、やっちまった。7月10日までなのに今日2000円買っちゃったじゃないか。無駄なものを2000円も買っちまったじゃないか。このね、この期間、ここ応募締め切りが7月13日って書いてあるんです。今日のブログで私は書いて、って思っときながら店に行って、なんかこの、ハウスのカレールとか、明治のアイスとか、あとキッコーマンで、ソース買ったりとか、ハウス、あと、コーラとか、キリンとか、いつも買う商品とか、もう一回買っちゃえと思ったのが間違いでした。応募は締め切りなんだけど、レシートの締め切りがもう7月10日だったから、アウチ！痛い、2000円もやっちまったよ。でも買ったものを返しに行くっていうあれもないし。ちょっと今、残念。何のために行ってきたんだろう。ポワ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 。でもですね、ブログで書いて。なんか今、猛烈に眠さが来てるんで、ちょっと簡潔にやりますわ。こちらのね、もうこれ結構長いキャンペーンで、はがき自体が6月から出てるので、ね、もう店頭にはないですよ。でもこれ伊藤園だし、で今回伊藤園の、これが始まるので、もう箱買いしてきました。これどうせ当たっても2000円分なんだけど、伊藤園って、ここ、石神郵便局なんですよ。で、割と伊藤園って私当たるとき、伊藤園の当たるときは、オール伊藤園でちゃんと箱買いしたとき結構当たったりとかするのよ。これ1500円、っていうね、ハードルなんでございますが、箱買いすると、1500円に消費税とか、なんちゃらで。だから、このお茶だけで、1ケース24本で、1700円で、これ1500円超えれば OK っていう検証なんですけど、これで買いまして、で、これにチャレンジできるから。バーコード自体がね、1枚10円くらいで売ってんのよ。だったらまあこれで、こっちの検証の当選率が高くなるんで、洋華堂の伊藤園は、本当は箱買いして、この伊藤園300円以上、こう本来はね、どっかに書いてあるんだよな。伊藤園が300円以上で、合計金額が1500円以上っていう感じなんですけど、オール伊藤園で、商品券の方を狙うと、すごく当選します。私結構伊藤園強いので、こっちを狙うと強いです。もちろんこっちの、宝塚大好きな人からすると、もうこれのためにお茶買いまくって頑張ってる人もいらっしゃると思うんですが、まあ私は全然興味がないので、ただちょっと、どうせだったら、まあこのキャンペーンが始まってるんでね、お茶を買おうと思って、で、まあ行ったわけですよ。ちょっともうね、夜はね、カルディもね、うちの近所のカルディ8時まで、あっちのカルディ9時まで結構早く終わるんですよ。で、こっちのカテキン緑茶、こっちは対象外でございます。600ミリの普通の多いお茶が対象なので、まあ一応ですね、多いお茶のここに対象商品がこう書いてあります。
まあ、まだ伊藤園はバーコードまでは書いてないんですけれども、一応このキャンペーンが始まってからの買った商品でお願いしますみたいな感じですね。で、12ポイントで、12ポイントで大冒険コース。これは各コース40組80名様、オンラインのやつなのかな？どっか特別に体験いただくあれですって書いてあるけど、多分オンラインイベントだと思います。はい、私は前に、これね、なんか一番人気なさそうな、これ2個、これ当たるよ。うん、2個選んでみ、当たるから。私当たった時2個だった。まあ想像たる、この観光地の中で一番人気ないのは栃木宇都宮の2個だと思います。この辺なんか人気のね、スポットはちょっと倍率高いと思います。で、あとここのやつね。で、あともっと突き詰めて気になる方はですね、まあ、キリンビバレッジのようにバーコードの番号これ書いてないので、それをぜひチェックしてみてください。あと、伊藤園のはね、ほんと、ケーマー泣かせっていうの、これで48枚貼れっていうのがね、いつものことなんですが、今回マックス貼って36枚ですよ。12枚コースのだから、これ12枚ずつ貼って3口応募するのがマックス。大変ですよね、これ結構。まあ、夢中になって貼ってるときは、まあ、いけんじゃんみたいな、そんな感じはございますが、まあ、ちょっと大変っちゃ大変です。今、私ね、睡魔との戦いで、頭がさえ渡らない。今日は8日堂でちょっと、しくじったこともかふってきて、でまあ多いお茶を買いつつちょっと食材の追加をして、参りました。そのっていうのも何なんだけど、ブログにハガキとかアップしたいと思います。なんかねもう疲れちゃって、今日は雨、買い物、大雨の日とか天候が悪いとかっていう時は買い物のね、ものが、軒並みやすくなったりとかするんで、大雨の中買い物行ってきたりとかしてちょっと疲れてしまいましたので、今日は伊藤園の検証、あと伊藤洋華堂と伊藤園の検証のお話をさせていただきました。ちょっとね、皆さんすいません、申し訳ないです。本当なんか目がぐるぐるしてきたんで、ちょっと寝ます。ということです。ブログ、インスタ、ツイッター見てください。ツイッターに関しては、検証赤の人は 100% フォローバックします。インスタも、まあ、いいねとか、フォローバックとか、それでもぼちぼち頑張っていきたいと思いますので、ぜひ検証アカウントを育てることが大事だったりとかもしますので、皆さんで検証赤の人同士でですね、赤を育てて、なんかいろいろモニターとかステマ系のものとかも当たるようになると、また張りが出てくると思いますので、一緒に皆さん頑張っていきましょう。ということで、ご視聴ありがとうございました。